サミュエル・ペップローは、スコットランドのポスト印象派の画家である、スコティッシュカラリストと呼ばれる、鮮やかな色使いを特徴とする画家のグループの一人である、エディンバラの銀行の役員の息子に生まれた。1893年から1894年の間、スコットランド王立美術院で学んだ後、パリに渡り、私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンとアカデミー・コラロッシで学んだ。 1895年からオランダを旅し、レンブラントやフランスハルスの作品を模写して修行した。1901年から北、フランスやオランダのヘブリディーズ諸島を友人のジョンダンカン・ファーガソンと車生旅行し、明るい光の下の風景を描いた。1920年代になって、ペプローと共に絵を描いたフランシス・カデルを用いた。1912年に、 スコットランドに戻ったが、画商たちは、ペプロの絵を扱ってくれなかったので、自ら展覧会を企画し、開かなければならなかった。各地を友人と写生旅行し、1920年代には、キャデルと何回かの夏を、スコットランド西岸の島、アイオナ島で過ごした。エディンバラで没した。息子のデニス、ドニフレデリック・ニール・ペプロ、1914、1993も、 画家、彫刻家になった。ありがとうございます。